女が世のため、いざ！乙女の誇りにかけて。おや？鹿之助の姿が見当たらないようだが。うふん、うふふふ、こそこそ。来たな。僕は天子重要士見たない山中鹿之助。この砂が、あれなんだっけ。ビビるんじゃない鹿之助。おっさんがいなくたって僕だけで族の一人や二人。頼る者がいない今こそお前は強くなれる。もらってやる。あれが天子の重勇士。奴らを全員倒さねばこの地は落とせぬということか。砂塵に鍛え上げられし、この強靭なる足腰を見よ。おい、鹿之助のやつはどうした。今、おやすさんが看病中です。見習いだってのに無茶しやがって。戦場をかける百個のごときお姿。みんな、安心してください。春様は僕が必ず見つけ出しますから。それにしても、先ほどの少年は一体何だった。引きずり込んでやるのさ、俺たちの砂の世界に。お前程度の男に私が遅れを取るものか。究極まで高まれ、俺の腰だよ。背骨は刀だ。食らえば背骨が砕け散る。あの剣は猛虎の爪にも勝るのだ。並べ進め。誇り高き者の二人よ。すぐだ。全軍押し出せ。断じて引くな。仰せのままに。一人前の武将に、下手人。本気などというものはバカで身勝手な男どもの妄想だ。膝はつかぬぞ、武蔵坊弁慶のごとく。あったー、下手人を捕まえた。でも春様は水っぽい。どう思いだ。さっき鹿を見たような気がしたんだけど、こんなところにいるはずないよな。ありがとうな、直虎様の怒りの吐け口になってくれて。幾千もの夜と孤独がむせびなき砂の防壁は生まれた。待
で話せばわかるような気がする。雨子重勇士に同じ技は二度と通用せん。もはやこれは上手。なんだ、砂の壁の位置が変わっている。いやいや、まだまだこんなもんじゃ済まないんだぜ。男は強い、甘く見るな男ども。おやぶ、俺たちを置いていっちまうのか。普段の稽古もこれくらいきついんだぜ。あれざま発見。ん、どこ総大将に。すぐだ。実際俺らそこそこ鍛えられちゃってるから強いぜ。乙女を泣かせたことがあるやつ出てこい。私が両断してくれる。どう思いだ、どう思いだ、どう両断。ああ、なでしこたち、いくら殺風景だからってあちこちに花を生けるのはやめなさい。もらってやる。これだけ走らされるとまた一段たくましくなってしまいそうだ。どう思いだ。すぐだ。あんなすげえやつがいるって誰も信じてくれねえよな。行くだ。行くだ。完全にビビってたよな、敵さん。はあ、よく寝た。おやさん、なんでそんな怖い顔して。これはこってり絞られるぞ。おやさん、ほどほどにな。僕負けちゃったんすね、あっという間に。重勇士も残りわずかのはず。もう一押しですと。あの場への一番やり、見事ものにしてみせい。ことがうまく運んでいる時ほど不安もない。私の悪い癖かな。ここであいつを止める。俺も英雄になってやる。どう思いだ。臆するな。六方から囲み同時に打ちかかるのだ。あんな化け物になるくらいなら俺素でいいや。私の牙の餌食となるのは。でも僕、早くみんなに認めてもらいたくて、おやさんに頼らなくても戦えるんだって。あの角、あのつぶらな瞳、やっぱ絶対いたよ。スカ、おやさんすら寄せつけない危険区域、
そこがそう。まあなんと愛らしい。いいのやで会えないかしら。なでしこ、物言わず儚く散りゆく花と思うなよ。卵は砂と共に育った。我らの自由はここにある。いつも俺たちを鍛えてくれる。感謝しなきゃならねえよ。思い知ったか。これが直虎様の乙女の嘆きの力だ。上げた勢いをそう生き急がず、くともよかろうよ。俺たちも砂の無限郷へと消えていくのか。今度こそ僕たちの出番っすね。よし行きましょう。おやさん、あんたには分かんないだろう。そうか。待ってくださいよ、おやっさん。あれ、おやっさんと一緒なら一人前以上に戦えるんだ。お前のけなげさ、この先見どころがある。そのまままっすぐひたむきな男になれ。なんて言ってるっすけど。え、騙されるな。この女は怪しいですよね、おやさん。私の剣を受けたんだ。朦朧として当然だ。おやさん、乙女は負けない。わかったっす。下手人の正体は。これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。いいえ、これは。変えることなど叶わぬ。この手で掴んで変えた。私の、俺の運命。目が赤いぞ。誰に泣かされた男だな。どこ